さんにお任せ。いつでもやれるんだから。いつでもやれるんだから。いつでもやれるんだから。総国の好機が滑るとき、五国の騎士、陽とつ、宋と呉は生き、子供の頃から何回も、わからん、本当だってす、雪みたいに白い肌に、お？ど？神聖なる二と、え？いや、小さい時にね、一緒にお風呂に入って、洗いっこしてたのを、に、貴様、なんという、想像じゃなくて、思い出。もしかしてまた一緒にお風呂に入りたっ、ばバカ者、そんなに怒らなくてもいい、禁ずる、何思い出そうが自由でしょ、私は姫、無理よ、それ以上の栄えある魔法、分かって、負けない貴様のさ、はあ、知っていて、敵そのとでは、了解、ああ、まあいっ、なんだ、さてと、それは？二都の塔にご丁寧で、モンスターの追い先に行っちゃ、ん？最初はよーし、でも気を引Huh?
されるとは。いやー、何の話だ。フランの顔、こう私の顔を。貴様知ら、何よ。ここで遅れを取っても見とこと怒らないで。君の悪い、ほらほらほら、かわいいわね。からかうな。よし、私の発表。よし、この流れで勝利をつかむ。どいてなさい。これで終わり。この流れで勝利をつかむ。いけー。
でおしまいか。風が吹いてる。最上階のモンスターを倒したら教師。随分と待たせるな。プラン。何を驚くことがある。騎士寮シェルタに選ばれし我が身。覚悟って。武器を構えろ。ちょっと待って。何をざれ事を。我らが女王が滑るこの国。知らぬならそのままでいい。さあ行くぞ。プラン。この子覚悟はできているのだ。こっちはどうなのよ。どいてなさい。フィニッシュ。無論だ。すべての力を持つといい。お前に相対する。すごい。そういうところ嫌いじゃないわ。もうこれで気が済んだ。これで君は。そん違う。貴族派と騎士派対立を。いきなりと騎士と貴族との目的。その通り。裏でつながり。いつ気をつけろ。へっ。そうだよ。権力とかそんなのどう。そんなの後で。私たちも。あ、ね。君の言う通りかも。嬉しい。やっと。いつだ。つまりはそ。はいはい。翻し方よ。建国。こうして私とフランの長い一日が終わった。まあニトの塔から戻ってからがそれはそれでまた大変だったんだけどね。フランとのアライッコにまで持っていくには苦労したぜ。もっともっと仲良くなったり分かり合えたりできるって私には自信があるんだよね。だから私が言えることはたった一つ、たった一つでいいの。それはフランとは友達っていうこと。これまでもこれからもずっとね。